はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、小学校5年生の国語、三村教材ですが、言葉の単元ですね、漢字の読み方と使い方、ここをワークシートにしてみました。はい、2学期の、三村の教科書に出てきます漢字の読み方と使い方という、まあ、ミニ単元ですね。ここをワークシートにしてみました。ここはですね、漢字の読み方、いろいろな読み方を勉強するということと、あとはですね、熟字訓ですね、特別な読み方をする熟字訓を扱うページです。ここのワークシートを今から紹介します。はい、これがまず前半ですね。漢字のいろいろな読み方のところです。これ結構有名なパズルですよね。教科書にもこのパズルが出ていますので、教科書のパズルは教科書のパズルでやっていただくんですが、教科書の一番最初に例として出てくる漢字をこのようなパズルにしたのと、あとは私のオリジナル問題が入っています。まあ6題だけですけどね、教科書の問題も一緒に解くことで、まあ全部で10題ぐらい解けるんじゃないかなと思います。で、これについてもまあこうやって薄い字を入れたパターンを作りました。どうしてもわからない子はここをなぞる形ですね。もしくは1番だけは薄く入れといて、例題としてあとは自分で解かせるように2番以降は真ん中消していただいても結構です。はい、さらにですね、下から選択して入れるという形も作ってみました。まあ、これもですね、クラスの子どもたちの実態に応じて使い分けをしていただけたらというふうに思います。はい、そしてこれが後半部ですね、熟字訓のところです。で、熟字訓はですね、こういう形にしました。薄い漢字をなぞる、それから下の読み方と線で結ぶという形にしました。これ教科書に出てくる熟字訓全部載せたんですけれども、全部で14出てきますので、14をですね、全部こう線で結んでると丸付けする先生もね、どこが何だか分かりにくくなるので、前半後半と2つに分けてみました。まあ、答えを示すと、まあ、こんな感じになりますので、答え合わせも先生の方で簡単にできるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ポイントはですね、上の文字をなぞってから下の言葉とつなげるということですね。はい、まあ、こんな形で今回5年生編作ってみましたので、で、これいつも通りですね、概要欄からダウンロードのサイトにアクセスしてください。はい、もしね、使ってみておかしなところだとか、もうちょっとこうしたらよかったんじゃないかっていうようなことがありましたら、遠慮なくコメント欄で教えてください。改善していきたいなというふうに思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。